IT のにゃん吉です。はい、旦那です。ルルです。はい、この番組では沖縄県内のサブカルイベントの情報やお店のゲストさんを招いてサブカルについて発信していく番組となっております。はい、この番組は収録放送になっておりまして、ツイキャスにて生配信になっております。ツイキャスのコメント、チャンネル問わず何でもお待ちしております。この番組の提供はイベント企画運営の会社ダブルギア株式会社の提供でお送りいたします。はい、では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 、皆様お待たせいたしました。本日ですね、とってもとっても素敵なゲストさんにお越しいただいております。はい、もう始まる前から楽しかったです。呼んでみましょう。松野ママさん。ママさん、どうもちょっと衝撃波でナンナちゃんのカメラが落ちた。松野さんのエネルギーを感じた。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、すごい元気。松野さん、よければですね、ご覧になられてる、お聞きになられてる皆さんに、どういった活動をされている方なのかということで、簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか。はい、はい、じゃあまず改めまして自己紹介させていただきます。まあ、去年まではこんな感じでやってました。皆さんどうもこんばんは。年中無休で暴走中、食べれば横に暴走中、音響を担当しておりました松野ママです。以前はですね、 FM 中さんの方で、チュラステという番組で日常を中心にやっておりました。現在はですね、FM21、76.8MHz で放送中のフライデートークのミキサーとパーソナリティを務めております。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。すごいアナウンサーみたいだった。めちゃくちゃいい。練習した、会が練習してたね。すごい。それですよ、久々ですもの本当に。あー、そっか、すごい。この自己紹介、アイドルの君尻みたい。そう、自己紹介するの久々でしたから、いや覚えてないかなと思っちゃいましたもん。はい、ですので皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今はじゃあメインでこのラジオ、何かこのやられてるやつっていうのはある？そうですね、これは、FM21 浦添市前田の方にございます、FM21 の方でですね、毎週金曜日の21時からフライデートークという番組をですね、の、パーソナリティの方がメインにいるんですけど、音響の方で担当させて。そうなんですね。じゃあ、しゃべりメインはあんまり今のところはない感じなんですかね。あ、なるでしょ。うん、なるでしょ。思ったけども、たまにね、メインがいないの。なるほど。一人で30分やってる時ありますから。めっちゃ面白い。それいいじゃないですか。じゃあしゃべってばっかでございます、本当に。いや、ゲストさんいなくてもこれはレア回ということで松野さんの回を聞こうって思って聞くっていうのありですね。全然あ、でも正直ね、レア回じゃなくなってますよ。あれ、そうなんですか。メインの人がいることがレア回ですよ、本当に。なるほど。結構、ね、じゃあお仕事が忙しい方なのでね、メインの方が。はい、ですのでレギュラー会になりそうな勢いでございます。あら、これは松野さんのレギュラー会狙いますね。ぜひぜひ皆さん狙っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。わー、すごい、はい、松野さんってこのなんか ラジオパーソナリティさんっていうイメージがめちゃくちゃ前からあるんですけど、このいや、ほんとほんと、なんかたまにお店とかで見かけて遊んだりっていうのもあったりしたんですけど、メインは M の時間っていう昔このやられていたラジオがあって、このラジオを始める根本的なこのきっかけってどういったことがあったんですか。そうですね、だいたい本当に7年8年ほど前になるんですけども、この今自分がメインの音響の方で担当しているフライデートーク、これもともとはレギュラーになる前はゲストで来ておりまして、その時は手相を見たりとか、あとタロットカードやったりと占いの方をやってたんですけど、ね、すごい、すごい、はい、それで、月1レギュラーゲストで来させていただきまして、そこでその時にメインで音響やってた方がちょっと来れなくなり始めたということで、ちょっと音響やってもらっていいですかっていうことで、分かりましたで2つ返事でやったことが企画でした。すごい。そこからですね、もうずっとちょっとだけブランクは空きましたが、ほんと8年ほど音響でやってます。はい、ただ本当音響もねやるんですけど、やっぱり喋りの方が強すぎて
はい、一人でガンガン喋ってる時は本当にね、何話していいかが分かんないぐらいですけども、いただきます。いやー、ぜひぜひ面白い。はーい。すごい。いや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 、頑張りますので。このラジオ番組もやられてるんですけど、それ以外でこのなんか活動されてたり、趣味だったりっていう、そういったこともあったりする。はい、趣味は一応いろいろやっておりまして、うん、まあ、基本的にはこのね、今ツイキャスとか見られてる方はこの体型見たら分かるかと思いますが、うん、わがままボディで生きておりますので、食べることは基本好きでございます。うん、あと寝ること、あとはボードゲームですかね。おー、いいですね。はい、ゲーム。そうですね、結構ね、ゲームはもともと好きなので、あのテレビゲームとかもそうですが、みんなでワイワイやるゲーム、それが大好きなので、ボードゲームにもハマってます。いいですね。そうですね、私多分松野さんと初めて会ったのボードゲームの回でだったような。そうですよね、確かに。はい、そこでもう本当それ以来会ってないから、ヒッカビカチだよね。本当にね、本当に難しい。あの頃から、まさか私がラジオパーソナリティになって松野さんを呼ぶことになるとはっていう想像もできないこの、ね、本当にびっくりでございます。すごいです、ね、よかった。でも本当、会えたことが一番嬉しいです。もう嬉しい。ありがとうございます。本当にこちらこそね、はい。なんか、まあ、確かに、はい、どうぞ、大丈夫です、どうぞ。あ、なんかこの食べることも好きっておっしゃられたじゃないですか。うんうん、なんかそう、確かこのツイッター松野さんやられてるじゃないですか。この前、はい、あの、うん、なんだっけ、恋呼吸だったっけの、マグロ、ヘラ呼吸だ。失礼しました。ヘラ呼吸っていうお店があって、なんか恋の呼吸みたいになっちゃった。鬼滅の刃出ちゃった。ミスリちゃんじゃん。まあ、エラ呼吸でめちゃくちゃたくさん、はい、なんかお寿司食べたみたいな伝説があったような気がして。ないんですけど、うん、そう、一応動画にはあげたんですけども、1分で8巻。はい、動画見たんだけどね、飲んでたよ。飲んでた。お寿司を飲んでたの。マグロ飲んでたよ。飲みました。お寿司いっぱい飲みました。だから、すごかった。お寿司以外にも食べたり飲んだりしたので40巻ぐらいかな。はい、40巻ぐらい食べて、ちょっと帰りは小腹空いたのでアイス2つとか食べましたね。すごいですね。もうね、お腹に物なんか詰めとかないとね、やっぱりやんなくて。なるほど、このパワフルな喋りはご飯から来てるんですね。もう食べてないとやってらんない。ルルさん、どうでございます。どうしました。私から豆知識を一つ。豆知識。はいはい。ルルさん、豆知識。まあ、基本的に一巻二巻っていう数え方。うん。はい。まあ、ちょっと前までは1巻って2個1巻っていうのね。え、そうなんだ。で、京都、まあ、奈良時代の時は1巻は重さの単位で 350g ぐらいになるのね。ですから昔の、本当の昔の昔の話をしたら1巻って1人前っていう単位なの。で、そうですね、今の人たちにも言いたいのは、このこと一貫っていう表現は違うよってことだけを豆知識で置いておきましょうね。そうそうそう。じゃあ一個のことは何て言うんですか？ 0.5 貫。どういうのかな。ヤンキツさんもそれ花丸にしときましょう。花丸。やったー。でもさ、ルルさんのさっきの話で言ったら、うんうん、ちょっと前の話になるんですけども、まあ、うんうん、回転寿司で、45皿90貫。おお。90個か。はい、食べたことはありましたね。やばい。90個。一人でですか？90個。はい、一人で。はい。すごい。そうですね。たくさん食べてました。次100個チャレンジしましょう。ね、したい。ね、そこまでいけたら。ね、いけると思う。ご飯もだからもう一人でやるのは難しいかもしれないけど、ね、食べ応えがありそうな皆さんだったら。お、ね、集めてね。はい、集めて100個は余裕でいけるんじゃないかなっていうふうに思ってますよ。すごいですね。これはフードファイターが始まりますね。まあね、うん、基本的には麺類は飲み物ですから。おっ、そうなんですか。喉に詰まらせちゃいますよ。じゃあラーメンも買い玉する派なんですか？はい、ラーメン、ラーメン買い玉。はい、最高で8玉。
待って、はい、どうやって知る、麺だけ食べてない、どうやって食べてない、麺だけ食べました、ちょっとつけて飲む、飲む、飲む、麺は飲む、ね、ちょっとつけて麺を飲む、飲む、はい、タレにつけて飲むみたいな、そう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 、ほんとそんな感じです。そこまで、あの、長くつけずにいっぱい飲みました。飲みましたって、なんかうう、ね、お刺身の醤油みたいな感じなのかな、はい、あー、ほんとスルスルいけるんですよ、あれ美味しそう。一応ね、おすすめは豚骨でございますので、あ、美味しい、豚骨がいいですね、はい、豚骨大好き、あれはスルスルいけやすいです、素晴らしいですね、乗ってますから、はい、で、松野さんに聞きたい、沖縄でおすすめの豚骨ラーメンとか、ごめんなさい、私ごめんなさい、あのね、両派なので、たくさん食べるのはどこでも OK、あ、なるほど、質より量、質より量、質より量なんですよ、だから正直味が分かる人と一緒にご飯を食べてみたい、なるほど、そうなんですよ、だからごめんなさい、子供舌なのでね、本当にいっぱいいっぱい食べるしかやったことがないので、違いが分かる乙女になりたい、乙女なれるよ、なりたいですね、なれます、そうなりたい、うずちゃん、おいしいところ連れてって、はい、それでは一旦 CM に行きます。参りました、はーい、ネキさんどうぞ、はい、ではでは続いてのコーナー行ってみたいと思います。エピソードワンナイト人狼のコーナー、イエイ、イエイ、イエイ、ではナンナさん、ナンナちゃん、ルール説明をお願いします。はい、ここからはゲストさんも含めてみんなで人狼ゲームを行っていきます。一人30秒ずつプレゼンを行っていくんですけれども、一人だけ嘘つきが混ざってます。この嘘つきを探していくゲームになっております。ツイキャスをご覧の皆さんも誰が嘘つきか探していってください。今週のお題は、人生で一番大切だと思うもの、はい、思うことです。はい、それではにゃんきちさんからいきます。はい、にゃんきちさん、よーいスタート。はい、私にゃんきちが人生において一番、大切だと思うものですかね、それは向上心でございます。はい、物って何か物体じゃなくてもいいと思っていて、私は向上心が人生において一番大事と思っている理由があって、それは向上しなかった場合、怠け者になってしまうからです。私がこのサブカルなのを始めれたのも向上心があったからでしょう。ルルさんの向上心、ナナちゃんの向上心に感化されてこの会が始まったと思ってます。村人です、よろしくお願いします。これ狼やったらダメやね。よーいスタート。はい、ルルさんが人生で大事、一番大切だなと思うことは、はい、信頼し合える人間、人、友人でございます、まあ、信用し合える、信頼できる人っていうことでございますね。これがあればお金がなくても、まあ愛情がとかね、いろいろねクリアしていけるでしょうということでございます、うん、以上です。以上。なんかいい話だなーになるな。はい、いい話。それでは、なんなちゃん、よーいスタート。はい、私も物ではないですね。うんうん、人生多分大事だと思ってるもの、まあ、それが家族とかだとか、なんだかあるんですけど、私は、まあ、一つとして勇気だと思ってます。何をするにも勇気って、選ぶことに対する必ず必要になるし、何かをやらないっていうのもまず勇気かなっていうのがあって、同じ勇気の何を取るか。うん、っていうのを目標にして生きているので、まず勇気を持って生きていくということを特に最近意識して頑張っています。、うん、勇気がいる方を選べって言いますね。おー、はい、かっけー。はい、それでは松野さん、はい、よーい、スタート。はい、で私の中で人生で一番大切なもの、やはりいろんな経験をしてきた中で言えることなんですけども、うんうん、やはりお金でございます。お金、何事も行動を起こすことにも、物を買うにも、あと人付き合いをするにも、いろんなことをするにもですね、やはり先立つものが必要になってまいります。これがないことにはいろんなこともできない、いろんな自分のやりたいこともできないって考えたら、このお金はみんなも大切だと思っていると思っています。村人です。わー、村人だ。なるほど、はい、以上です。それでは議論は6分間です。はい、はい、よーいスタート。はい、おはようございます。いやー、なんかいいな、みんな今日はなんか真剣な喋り場みたいになりそうですね、うんうん、実は狼いない説とか、いやいや、そんな、いるいる、確実にいる。いるのね。
まあ、でも、ちょっとまあ、ルルさんからいきましょうね。うん、そうですね。はい、どうぞ。僕は、無人島に行ったとしても生きていけれるような考え方をしたのね。へえ、そうなんだ。だから信用してる人だったら、無人島でも生きていけると思うのね。お金なくったって。で、お金なんていっぱい持ってたって、お金が持ちすぎたせいで、強盗にあって殺されちゃうかもしれないから一概にはそうは言えないでしょ、でもまあその上を聞いた上で松野さんの意見を聞きたいな。お、松野さんどうでしょう。正直さ、その人もさ、正直信頼できるっていうところがつくじゃないですか。うん、正直その信頼できるっていうところでは正直お金の力を借りればできると思うんですよ。おー、それは名言。だから本当に確かに無人島の考えは私なかったんですけども、でもそのなんだろうな、自分自身がやりたい、その勇気の話も向上心の話もやっぱり自分自身で進んでやりたいんだったら、進んで自分からお金を出していかないとその先に進めないんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからそれ考えたら、お友達とか信頼できる人とかいうよりもこっちかな、こっちかな、このチャリンチャリンの方かな、チャリンチャリンの方がね。その上で松野さんが今怪しいなっていう人、あ、そうですね、誰が怪しい、怪しいなっていう人いますか、っていうことです。そうそうそう、誰かいますか、松野さん。私正直ね、なんだろう、本当にルルさん怪しいなと思ってたんだけど、お話聞きたいのはナナちゃん。おお、ナナちゃん。勇気の方ですね。勇気。勇気の方で。ではナナちゃんどうぞ。はい、私何を語っていこうかな。本当に思うんですけど、何か、私これを影響を受けてるものがありまして、そう言うならば、私なんだ、黄金ソウルって歌好きなんですよ。湘南の風の。はいはいはい。そうそうそう、あれ進むのも勇気。そう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 。なんかね、立ち止まるのも勇気ってみんな言うんだけど、確かにだと思ってて、何するのも勇気だったらって言って思ってて、なんか 社会の歯車の一部なんかで終わってたまるかってっていうラップとかめっちゃあってめちゃめちゃ好きなんですよ、はい、なんか立ち止まった時とかめっちゃ聞く曲なんですけど、何するのも勇気だったら前に進んで、もっと勇気が必要な方を選んだ方が後悔しないのかなって思うようにしてて、私で生きる上で大切な勇気かなとかちょっと思って、もちろんお金も大事だよ友達も大事だけど、お金も友達も大事だけどね、自分の心持ちとしては勇気を大事にしてるんで、ヤンキーさんの意見を聞きましょうかあーやばい、みんないい人いい話って思って感動してしまうニャン吉ですまあ私が向上心と思い始めたのはつい最近のことでございまして、っていうのもイベントの主催とかをするようになったんですね、人狼ゲームの、で、一つのイベント、まあ、大きいゲストさんを呼んでイベントを成功させたとしましょう。でもそこで立ち止まっちゃいけないって思ったんですよ。あの向上心っていうのは、そこで大きいことを成功しても満足したらそこで止まっちゃうんです、人って。だけどそれを成功したことによって、もっと上を目指そうっていう気持ちになれたんですよ、私。だから向上心ってとってもいいことだなって思って、ここをこのイベントをすることになって向上心を大事にしていきたいって思ったんですよ。止まりたくないです、私は。はい、まあ、それを聞いた上で私が結論を言いましょうね。お、誰だ。ね、本日はナナちゃん狼だと思います。100% です。100% 勇気。100% 勇気です。100% 勇気です。100% 勇気。光源氏じゃん。懐かしいの持ってきたな。ねえ、世代なんで。今誰が歌ってるのかな。まあまあジャニーズジュニアが新玉乱太郎歌ってる。ナナちゃんはね。ジュニアなんだ。そうそうそう。松野さんは、松野さんの向上心はなんか最近って言ってたけれども、確かに納得するなっていうのもありましたね。嬉しい。そうそう。だからなんか説得力で言ったら、ナナちゃんがちょっと弱いのかなっていうふうには思いました。嘘、そうなんだ。残念。でも私ルルさんも怪しんでるよ。ルルさん友達ですか？本当に信頼できる人ですか？私逆にね、ルルさんこそお金って言いそうなイメージだった。わかるよ、お金って言いそう。ルルさん、ルルさんは芸術主義者だから。俺は芸術的に考えて信頼してやるかなと思ったのね。はお金がなくなったら信頼してやるから、お金の貸し借りも成立するし、極論言えばね、で逆お金を稼ぐのにも
信頼関係がないとお金って稼げないのね、うん、だからなんだかんだで信頼関係、まあ、信用できる人とだったら何でもできる、うん、人生楽しくなれるということでございますよ。難しい、はい、ちょっと怪しくなったな、ルルさんの、ね、ななちゃんどうぞ。逆で、そうそう、ルルさん怪しいって言ったの逆もしっかりで、松野さんも逆だと思ってて、うん、松野さんがお金って言うと逆に思わなかった。ああ、わかる、それもわかる。松野さんの愛と勇気みたいな、そういうね、うん、愛に溢れてる。アンパンマン、アンパンマンになっちゃった。なっちゃった。なるほどね、これ難しいと。今回難しいよ。いや、誰だろう。楽ゲーです。100% 勇気です。楽ゲー。はい、では終了でございます。はい。大変だ。それではにゃん吉さん、はい、お願いします。はい、議論終了となりましたので投票の時間となります。私がですね、321とカウントを取りますので、狼だと思う方の名前を読んであげてください。ではなんか決まった方はポーズをとってください。はい、何でもいいです。OK です。ではいきます。狼だと思う方の名前を呼んでください。3、2、1。松野さん。旦那さん。そう、ルル、にゃん吉、松野さんが旦那ちゃん。私だ。旦那ちゃん。旦那ちゃんが松野さん。松野さん。はい、お願いします、ルルさん。まあ、ツイキャスの方をちょっと見ていきましょうね。はい、まあ、かっちゃんさん、こんばんはって来ております。かっちゃんさんは松野さんに入れております。かりるさんはルルさんに入れております。はいはいはい。あらさんはなんなちゃん、村見ろっぽいで、あらさんは松野さんに入れてますね。松野さんだよ。かれるぞ。ツイキャス上では松野さんが大人気でございます。お、大人気ですね。佐藤さんだよ。どうなんだ。なんなちゃんを追放して村に平和が訪れたのか。人狼さん、カミングアウト。あー、うそー、うそー。ほら、松野さんじゃん。それにら。騙されたー。騙されたー。やだぞ。うまい。追加数の皆さん、当たったね。追加数の皆さんのナナちゃん。ナイスだ。すごい。うまかった。お金ね。方から見たら松野さん怪しかったんだね。ごめんなさい。それぐらいナナちゃん怪しかったです。ではちょっと松野さんあと少しなので、はいはい、松野さん、まあ、今後ね、チャレンジしたいこととかちょっと最後にお話しいただければなと。はい、お願いします。そうですね、はい、ありがとうございます。そうですね、最近ですとちょっとね、いろんな資格を取ってみたいなっていうちょっと 気が持ちまして、さっきのニャンキスさんの向上心と一緒ですね、なのでちょっとね、スマホの相談員とか結構誰も知らないような資格をどん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 取っていけたらなっていうふうに思います。それをラジオでもね、皆さんにお伝えして興味を持ってもらえるような活動をどんどんしていけたらなというふうに思っております。わー、すごい。松野さんの声質と、はい、まあ、態度、喋り方がすごい向いてる仕事だなと思いますので、はい、ありがとうございます。いいです。ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後ね、まあ、なんなちゃん、うん、愛しまれちゃったんだけど、なんかあれば、はい、なんかあれば。なんなちゃん、あの、私は当てたもん。え、増田さんにとって大事なこととは何ですか、最後に。最後に本当は大事だったことは、パートナー。パートナー、ほらやっぱり愛だった。リンゴやん。愛だったことでしたね。それでは皆様、また来週。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとう。